こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。日焼けって個人差あると思うんですけど、皆さんは焼けやすい方ですか？私ね、家にいても日焼けしてしまうってぐらい日焼け体質で、学生時代なんてピータンって呼ばれてましたからね。長い間ね、地黒と悩んだ私もここまで白くなりましたので、そんな声は人よりも何倍も対策しないといけない私の日焼け対策2024年版紹介していこうと思います。今年はもう完璧なぐらいグッズが揃ったんじゃないでしょうか。この動画を見たら日焼け対策めんどくさいからモチベメラメラに変わってると思うので、ぜひ何かしら参考になると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。それでは早速紹介していこうと思うんですけど、本日の目次がこちら。最新の部位別日焼け止めのすすめ。そして2つ目が日傘オタクによる2024年の日傘紹介。そして3つ目が美白になりたい私の毎日摂取しているもの。そして最後の4つ目がどこでも日陰になるデイリー装備でございます。早速なんですけど、ここ数年本当に美白にすごい力を入れてケアしてきたんですけど、今年の5月に4月ベトナム旅行で気緩みすぎてめっちゃ日焼けしたんですけど、そこでいろいろ学びまして、日焼けグッズを新たに追加しまして、この間香港に行ったんですけど、香港ってめちゃくちゃ暑いんですよ。本当に日にならんぐらい暑くって、でそこでね、いろいろ試した結果、これめちゃくちゃいいやんっていうのがあって、実際に最近だったりその旅行で使った部位別の日焼け止めを紹介していこうと思います。ちょっと変わらずなんですけど、毎日絶対に塗る日焼け止めっていうのが2つありまして、全身に使うデイリー日焼け止めはこちら。こちら白の桜の美容 UV ジェルでございます。多分これ2年ぐらい私デフォで使い続けてます。超美白オタクのターメレちゃんプロデュースブランドなんですけれども、私これに出会ってから日焼け止めを塗るようになりました。今まで塗らんかったんかいって感じなんですけど、本当にあんま塗らなかったです。これ本当に水分クリームみたいに日焼け止めとは思えないぐらいの滑らかさと軽さと水って感じ。香りもね、なんかベビーパウダーみたいな柔らかい香りで、ここまで不快感のない日焼け止めはもうないっていうぐらい、私毎年いろいろ日焼け止めは使ってますが、結局デフォルトはもう絶対これですね。保湿力あるんですけど、ベタベタ系の保湿力じゃなくて、もう塗ってるのをね忘れちゃうっていうぐらい、本当に地肌っていう感じのすっきりとした日焼け止めです。でこれ日焼け止めなんですけど、18種類もね美容液成分が配合されているのと、でさらにこれフラーレンっていう成分が配合されてるんですが、フラーレンは活性酸素の抑制機能っていうのがあるので、紫外線を浴びた後の黒ずみだったりシミの対策にもなるんですね。だからただ紫外線から肌を守るっていうのプラス、ちょっとねスキンケア効果もあったりする日焼け止めなので、さらに使用感がいいからね、日焼け止めの香りだったり塗り心地が苦手な方はすっごいおすすめです。で私その上からですね、もう習慣化されてるんですけど、この巨大なねリシャンの UV プロテクションスプレーっていうスプレータイプのね日焼け止めを家出る前に玄関にいつも置いてるんですけど、さーっと全身に振って、そこまでね紫外線が強くない日とかはねここまでしないんですけど、やっぱり手で塗るとねムラが出てしまったりもするので、最後ねこのスプレーで上から埋めるという感じで使っております。こんな感じで振るんですけど、香りがね石鹸の香りで、ほんと日焼け止めの香りとかなんかプールっぽい香りはね全然しないので、しかも粉っぽさとかベタつきもないから塗りたくない、めんどくさいみたいな、とか夕方なんかこれ日焼けせんかもなみたいな時とかはこのスプレーだけ使って日傘とかで出かける時もあるんですけど、なのでめちゃくちゃめんどくさい時の逃げとしてもすっごいおすすめです。これあるのとないのじゃ全然違う。でこれ学生さんとかめっちゃあるあるだと思うんですけど、全身いくら日焼け対策してもここの頭皮がめっちゃ焼けて皮とかめくれてくることありませんでした？頭皮頭の日焼け対策も絶対に毎日行うようにしてます。旅先とか頭にね直射日光当たるなって時とかは、これミーファのフレグランス UV スプレーを使ってます。マグノリアの香り、これね香りがすっごいよくって、せっかくね肌が綺麗になっても頭皮がやっぱね黒ずんでしまっていると、やっぱちょっとねどこかしら垢抜けない、もったいないっていう部分があると思うので、頭皮もしっかり日焼け対策しましょう。ちょっとね離してこんな感じでつけるようにして髪とかしてあげるとですね、頭皮日焼け対策にもなるので、で一応ねヘアとスキン用なので、頭皮だけじゃなく顔とかね首とか液体をね塗り直すのめちゃくちゃめんどくさいなって時とか、首とかにこうやってさーっと振って日焼け対策しております。結構日焼け止めの中でも QOL 上がるようなアイテムかもしれない。香りもね種類たくさんありますし、香りもいいしね、汗かいた後とかにこれを使うとすごいリフレッシュするしリセット
ることもできるので、これほんと買ってよかった。香港旅ですっごい使いました。そして続いてがですね、これお出かけ中の塗り直し用の日焼け止めとして使っているんですが、アビブのサンスティックでございます。どうしてもねバッグがすごい小さかったりとか、洋服とかにねあんまりつけたくない時とかはこのサンスティックを持ち歩いてます。というか基本的にサンスティック持ち歩いてる。学生の頃からねサンスティックいっぱい使ってきたんですけど、これは比較的テクスチャーがですねサラッとしているので、汗かいてしまうね暑い夏の季節とかも使いやすいと思います。けど私乾燥肌なので、あまりにもね粉々しすぎるものだと皮むけてきたりするんですが、しっとり感もあり保湿力もあるのでめちゃくちゃ使いやすい。でこのカーブがですね体全てにミラクルフィットするんですね。であとこれウォータープルーフなので、ちょっとしたレジャーとかでも安心して使えるので持ち運びはこちらでございます。で今回香港ディズニーでですね一番使った日焼け止めがこちらニベアの UV ディーププロテクトケアトーンアップエッセンスでございます。香港ディズニーランドに行ったんですけど、できる限り私肌をね白く見せたかったので、液体はねこのトーンアップ UV だけを持って行ってたんですが、多分焼けてないと思う。ディズニー一日中いたんですけど塗り直しも1回ぐらいしかしなくって、ちょっと今年肌をねトーンアップさせたい方はこれめちゃくちゃ使ってみてほしい。これトーンアップ系の日焼け止めなんですけど、ちょっとねピンク系に明るくなる日焼け止めでして、めっちゃ肌漏れました。真っ黒の服とかは避けた方がいいかもしれないんですけど、これ使ってて洋服に映ったってことはないので、私トーンアップ系苦手なんですけど、これはもう使いたくなるぐらいの使用感の良さと、見てくださいこのトーンアップ具合めちゃくちゃ自然じゃないですか。こっち側塗ってるんですけど、くすみだけを吹き飛ばしたような透明感の出方というか、なんか白く塗ってるっていう感じがしないトーンアップの仕方なので、結構自然で馴染みやすいので、てか色が明るくなるのを忘れるってぐらい使用感がいいので。でこれもですね、ただ日焼け対策してくれるだけじゃなく、日焼け止めに潤いを求めたい方だったりスキンケア効果もあったりするので、使いながらシミ予防もしてくれます。でさらに汗とか水に強い3次元 UV フィルムも使っているので、今回プールにも入ったんですが、多分焼けてないと思う。1時間ほどねプールで遊んだんですけど、で最後の日焼け止めなんですけど、夏って汗かいたり日焼け止めのベタつきで髪の毛がへばりつきません？ちょっと外に出るだけで髪の毛がこうやって首をくってしまうんですけど、そういう方必見のアイテムです。こちらエトボスのミネラル UV ボディパウダーなんですけど、結構ねこれしっかりマットにしてくれて、これ塗りますね、サラサラに仕上げてくれるので首にねめちゃくちゃ使う。ちょっと今いい感じに顔白浮きしてるんですけど、首に塗りますね。これもねほんのり色を明るくしてくれるので、こんな感じでファンデーションだけちょっと明るくなって白浮きしちゃってる方とか、日焼け対策をしながらベタつきも解除できて、でさらにトーンアップして肌も明るく見せてくれるっていう万能アイテムなので、こんな感じで汗かいた時とか上からこのパウダーつけてサラサラにするプラス日焼け止め効果にもなるので、めちゃくちゃ日が強い時とかは日焼け止め塗り直しで液体つけた後にこのパウダーで締める、こういう組み合わせの仕方をしています。エトボス自体ねすごい肌に優しいブランドなので、顔面とかも軽くこうやってつけて手先とかでもね塗り直しやすいですし、石鹸オフとかもできるので、かなりね万能アイテムかなと思います。結構私の肌の上から塗ると白くなるので、いい感じにトーンアップしてくれて仕上がりこんな感じ。え綺麗じゃない？他にもね無印とかビオレとかいろいろ使ってはいるんですけど、結局この子たちが今の私的に日焼けしにくいし使いやすいし、めんどくさがりでも続けやすいかなと思って、私の中でのアベンジャーズだと思ってます。で2つ目に行く前にですね、ぜひiPhone を使ってる方はやってほしい設定があるんですけれども、こんな感じでロック画面に UV 指数を表示できる設定っていうのがあるので、この UV 指数によって私は日焼け止めだったり上からスプレー塗るかとかスプレーだけにするかとかを決めてるんですけど、めちゃくちゃ簡単です。ロック画面を長押ししてカスタマイズをタップします。そしてロック画面を選択してウィジットを追加で、アプリの一覧の iPhone の天気アプリをタップして UV 指数をタップしたらホーム画面に UV 指数が出るようになるので、意外とね曇りの日でも UV 指数高かったりするので、それでいつも装備の量だったり日焼け止めの量を決めております。そして続いてが日傘大好きな私による2024年の最新日傘紹介していきます。日傘って私折れるまで使えるもんと思ってたんですけど、 UV カット加工がされてる日傘の寿命って 2,3 年らしいんですよって言われとるんやけど、実際に2,3 年使っている、これ百貨店で買ったブランドわからんじゃけど、使ってるけど
日焼けする感じしないので、ちょっと実際のとこどうなんだろうと思いつつ、使っていくとね、もうちょい小さい日傘欲しいとかなって、今年はねロサブランの日傘を購入しました。昔って日傘さしておけば焼けないって思ってたんですけど、日傘をこうやってさしてても太陽の光がね貫通してくるものもあったりするので、私はここ 4,5 年ほど遮光率 100% の日傘で選ぶようにしています。結構一番売ってる日傘っていうのは 99% のものとかがあるんですけど、全然それでもいいんですが、 100% のものを使うとね涼しさが全然違います。熱中症対策にもなりますし、あの有名なサンバリアも 100% 遮光なんですが、サンバリアが公式でしか購入できなくって、在庫切れてたらね全然買えないんですね。で今年はねサンバリア購入できなかったので、ずっと気になってたこちらのロサブランを購入しました。これはね楽天とかでも購入できるんですが、これも遮光 100% で、さらに UPF が52プラスというマジで日焼けしないプラス超涼しい日傘です。これ液体とか日焼け止めとかはね SPF って言うんですけど、こういう傘とかラッシュガードとかもそうですし、衣類とか UPF っていう表し方をするみたいなんですが、結構ねあの最強レベルで違って紫外線をしっかりカットしてくれるので、こういった UPF とかもしっかり注目してあげると良き日傘選びができるんじゃないかなと思います。でまず1つ目、2024新たな鹿の間ファミリーに入りました。こちらの日傘はですね、これ折りたたみとかじゃなくて 55cm のまあ大きめの日傘でございまして、デイリー使いで購入しました。ベースの色はねベージュなんですけど、この黒フリルがねちょっと大人甘さというか少女心くすぐられまして購入しました。ですっすごく可愛いの、なんかティラミスみたいでしょ。ロサブラン自体ね結構配色が可愛いので甘くなりすぎないし、この持ち手の部分が木製になっていて結構掴みやすいですし、そこまで重たくないので腕にかけてて疲れたりもしないですし、やっぱ何よりねデザインがすごい可愛いので持ち運びたくなる日傘っていうのを私はいつも選ぶようにしています。サンバリアの時もねこの木製ベージュスタイルだったんですけど、やっぱこの色合いがねすごい好きなんだろうなと思います。でやっぱ日傘をね持ち歩くのめちゃくちゃめんどくさい日ってあるじゃないですか。そういった時用にねこちらの折りたたみを購入しまして、この春から使っているんですけど、ディズニーでね大活躍してくれました。やっぱねディズニーとか行くと常に日傘持ってるとね結構邪魔になるし大変なので、やっぱり日傘折りたたみも持っておくと便利だなと思います。でサイズ感がですね手のひらと比べるとこんな感じですね。まあ色はすよりちょっと大きいぐらいなので、あのこういったね中ぐらいのバッグとかにもこんな感じですっぽりと入りますし便利で邪魔にならないですし、これね結構大きくって開けるとこんな感じで、私はネイビーとピンクの配色にしました。広げるとこんな感じでシンプルな 50cm サイズなんですけど、まあ大きいので2人全然入りますね。でこの子の魅力がですね、さっきすごいコンパクトになったじゃないですか。2回折りたたまないといけないんですよ。なんですけど1回折りたたんだ時点でですね、もう1個ここにボタンがついているので、さっきよりもこんな感じで長めに折りたたんで使うこともできるので、でこの入れ物もですねここのボタンを外すと伸びるので、この1回折りたたんだ状態でも持ち運ぶことができるんですよ。やっぱお店に入って何回も折りたたんで入れてたらすごい大変じゃないですか。だから長い間使わない時は一番小さくしてバッグに入れてて、でまたすぐ使うかもなんて時とかは1回たたむぐらいで、それでもここまでコンパクトになるので、トートバッグはねこの長さでも十分だと思いますし、これはねめちゃくちゃ便利やし、私はこっちよりも今こっち使う率の方が高いですね。でこの辺の日傘ってやっぱすごい高いので、2、3年で買い替えるって考えるとすごいコスパ悪い気がするんですね。私やっぱ使っていく中で全然なんか3年4年とか使ったとて涼しさとかねあんま変わらないと思うので、なんかもうねコレクションみたいな感じで前使ってたサンバリアとかも捨てずに、紫外線弱い日とか使ったり全然もう買い替えとか気にせずに使ってます。なんか本当に靴がたくさんある感じで、日傘もねいろいろ持っておいてファッションによって選ぶっていう感じで徐々に増えてますが、ちょっとおしゃれ的な部分でもねモチベすごい上がるので、ぜひ気になってる方はロサブランすごいおすすめです。お買い物マラソンとか楽天とかでもねやっぱ安くなるイベントあったりしているので、まあ、サンバリアよりはお得にゲットできる機会が多いんじゃないかなと思います。楽天ヘビーユーザーなのでサクッと購入できるロサブラン結構推しですね。おすすめ。さあ続いてが肌を白くするために毎日摂取しているものなんですけど、これ摂取すれば日焼けしないというわけではなくって、まあちょっとでもね日焼けしてしまった肌だったりくすまないように日々対策として飲んでいるものがこちらの2つでございます。日焼け関係なく365日摂取しているのがリポシーで、で夏に現れ
ルグルタチオン。ここ数年このセットで飲んでるんですけど、このセットがすごいやっぱいいみたいで、まずこっちのリポシーからなんですが、ビタミン系のねサプリとかもたくさんあるんですけど、このリポシーは吸収率にねこだわられた液体状のサプリで、リポソーム化されたねビタミン C 一つに対して 1000mg ビタミン C が配合されております。余計なね添加物とか砂糖とかを使用していないので、結構味がね本当に海水みたいな、すごいまずいんですけど、これをね毎日こうやってまずい飲みまして、ビタミン C を摂取しております。私あんまりサプリとかはね取らないんですけど、唯一飲んでるのがこの2つで、リポシーも飲み始めて2年ぐらい経過するかな。あの点滴とか注射も苦手なので、美容施術で美白系はほんとやってないんですけど、マネージャーさんにも会うたびに白くなるってすごい褒めてもらえるぐらい、本当にピータンと呼ばれてたのがね嘘かのような、本当に摂取しているのはこれらなので、結構ねかなり毎日飲んでて効果があるかなって私は思っています。でビタシーに関しては、美白とか肌のためメニューっていうのもありますし、結構ねこれ飲み始めて風邪ひきにくくなったかなって私的に思う。やっぱいろんな面でねビタミンって大事だし効くので、まあリポシーまずいけども効果は結構絶大だなと思います。でそして夏に現れるこちらのグルタチオンですね。こちらアイハーブで購入しているグルタチオンなんですが、結構これがね錠剤でかくってめちゃくちゃ飲みづらいんですけど、私的にね特に問題なく飲めているサプリなので、いつもアイハーブでこれを購入しております。グルタチオンは抗酸化作用があるので、体内もなんですけど肌にもね働きかけてくれるので、美白だったり美肌に効果があるって言われてるサプリなんですが、メラニンのね発生を抑制してくれる、プラスメラニン色素がね黒くなってしまうっていうのを防いでくれるので、シミだったりシミの定着っていうのを防いでくれるんですね。夏ってやっぱり紫外線浴びるとシミができやすくなって、それがくすみの原因にもなったりするので、夏とかね紫外線が強い時はグルタチオンを私は取り入れて、なるべく透明感が出せる肌に導いているっていう感じですかね。でこのグルタチオンっていうのはビタミン C との相性もすごくいいので、併用することによってねこの2つがタッグを組んで、老けのね原因にもなってしまう活性酸素っていうのを除去してくれるアイテムでございます。結構グルタチオン点滴とかいろいろあると思うんですけど、私本当に点滴とか注射がダメなので、まあ、こういうサプリでね補っているという感じでございます。ビタミン C とグルタチオンはね飲みやすいものだったり、サプリとかいろんな種類があるので、ぜひいろいろ調べて、ね、自分に合ったものをぜひぜひ選んでみてください。さあ最後なんですけれども、皆さん肌を白くしたい方は恥ずかしさを捨てましょうということでですね、最新2024年の私の日陰になる夏装備なんですけれども、はい、去年よりパワーアップいたしました。というのもですね、私今年の1月からですね自転車生活になりまして、自転車ってめちゃくちゃ日焼けすることを今年の春学びましてですね、いろいろ装備を買いいたしまして、完璧に日陰になるアイテムが揃いました。はい、まず最初なんですけど、これ本当に買ってよかった。ディズニーに行った時にめちゃくちゃリアルなワンホンちゃんっていうのがたくさんいたんですよ。超可愛かった。でワンホンちゃんたちの日焼け対策は何だと思って結構いろいろね見ながら観察をしていたんですけど、サンバイザーめっちゃちゃつけとる。ワンホンちゃんたちサンバイザー率すごい高くって、サンバイザーの上からカチューシャしてましたよ。今まで外に出る時に帽子でいいやって思ってたんですけど、私去年帽子でも全然日焼けしまして、やっぱ帽子をかぶると前髪崩れるわ巻き取れるわで頭ペタンコになるので、私もサンバイザー買おうと思って今年からサンバイザーを取り入れたんですが、めちゃくちゃいいです。帽子よりねやっぱりツバがすっごい長いし、マスクしなくてもしっかりとここまで日が当たらないので、自転車漕ぐ時とか日傘させない大荷物がある時とかサンバイザーめちゃくちゃ使えると思ってサンバイザー取り入れました。自転車漕ぎながらサンバイザーつけてます。ちょっとねレディーっぽい感じがするので、結構ね今おしゃれなサンバイザーってたくさんあるので、なんかもうちょっと日本でもねサンバイザー率増やしてみんなサンバイザーつければいいのにってちょっとすごい思いました。で私がねこの使っているサンバイザーがすごいの、カチューシャサンバイザーっていう名前なんですけど、このサンバイザーのつば部分をこんな感じで巻きつけていくとですねカチューシャになるんですよ。ほらカチューシャすごくない？やけん結構バッグ大きかったりするとサンバイザーもこんな感じで収納して、ちょっと巻きが甘かったら大きく見えるんですが、カチューシャ効果もあるので邪魔な時はこんな感じでアクセサリー感覚にすることができるので、機能性も抜群だし色とかね柄もあるので、ぜひ気になった方はねカチューシャサンバイザー調べてみてください。つばが広いのですっごいおすすめです。そしてこちらもう結構ねこれ系何でもいいんですけど、首めっちゃ
ちゃうっかり焼けしません？私だけかな？私首めちゃくちゃ焼けるんですけど、もうね、外にいる時はこれをねつけようと思って、今年はネックカバーを取り入れました。私がね使ってるのがアルファックスっていうところなんですけど、こんな感じで首につけるんですが、熱くないんですよ。つけた時ねちょっとひんやりするからすごい素材感なんですけど、髪もね基本的に結ぶことが多いので、髪結ぶとさ焼けるじゃないですか。だから自転車乗る時とか、ちょっとあの近場お出かけする時とか、運転する時私こうやってます。これすればね首も焼けんし、マスクいらずですごい通気性がいいので、自転車乗る方だったり、あの頻繁にねあのスーパーとかよくお出かけする方はネックカバーあるとね結構変わると思います。で、裏向けるとですね、こんな感じでポケットがあるので、ここにね、保冷剤とか入れてあげると、すごい涼しいので、洗濯干す時とか、なんかガーデニングとかする時もすごい涼しそうだし、これだけでもすごいひんやりする素材感なので、マジ首私はね、今年絶対白くしようと思って買いました。そしてアームカバーも絶対につけるようにしています。絶対毎日日傘はね、差すので、機能性はある程度あるけども、アームカバーはデザイン性だったり、通気性の良さっていうのを優先して選ぶようにしています。私が使っているのはねちょっと内側が透けていて、これはまたちょっとレディーな感じで可愛いですよね。確か岩田屋とか百貨店系で購入したものなんですけど、結構指ギリギリまでカバーしてくれますし、スーパー行く時とか自転車乗る時とか、友達と合流するギリギリまでこれつけてたりします。やっぱこういうさフル装備してるとさ恥ずかしいっていう気持ちがあったりすると思うんですけど、マホンちゃんたち見るとねもう全力で日焼け対策しているのが逆になんか美しく見えて、美のためにここまでやってるっていうのはめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとレース状になっているものだったり、肉球になってるものとかもあって、結構幅広くてデザインも可愛いので、自分好みのねデザインとかでぜひ探してみてほしいです。アームカバーはね結構厚そうに見えて、ほんとひんやりする生地とかがたくさんあるので、アームカバーは絶対に必需品で、最後になんですが、私が今年自転車に乗り始めて取り入れた UV パーカーなんですけれども、もうね自転車ほんとに焼ける、じゃじゃーんなんか捕まりそうなぐらい怪しいんですけど、でも最近ねこんな感じのフル装備できるパーカーつけてる主婦の皆様多すぎて全然恥ずかしさない。結構長さありまして、ポケットもついていて、こんな感じで袖部分もね親指入れるところがありますし、フードかぶったらねこんな感じで帽子のねつばみたいな効果にもなるので、自転車乗っててもねあの顔を頭日焼けしないんですよ。でさらに鼻先までねファスナー上げることができるので、日焼け対策でねマスクとかしなくてもいいんですね。でこれもね生地がひんやりするやつでマイナス5度ぐらいいくらしいですよ。私これベージュ購入したんですけど、黒の方がやっぱ紫外線カット率はちょっと高かったんですが、一番不審者に見えないカラーを選びました。 Amazon とかもねいろいろあるんですけど、生地的にね UV カットできているのかちょっと不安なものも多かったので、ちゃんとしたところで購入しました。これロフトで買ったんですけど、洗濯もできるアイテムなのでひんやりしてね360度紫外線から守れるパーカーっていうのは1個持っておくと朝のウォーキングとかでも使えると思いますし、帽子だとねやっぱり蒸れるので、みんなでこれ着たら全然あの恥ずかしくないと思うので、ぜひ皆さんもお揃いにしましょう。そして最後ですね、あのオープニングからかけてたこちらのメガネなんですが、これも UV カットメガネでございます。あの撮影とかねパソコンすごいしているので、目がすごい光で弱くなっているので、日常でね生活している分あの紫外線が目に当たるのはそこまで大丈夫とは言われてるんですけど、やっぱり紫外線が目に当たりすぎるっていうのは良くないみたいなので、紫外線をねカットするメガネっていうのを外にね長時間出るなって時とかはつけるようにしています。私メガネがねすごい大好きなので、結構ねサングラスとかがね一番いいとは思うんですけど、まあ日常でねおしゃれしながら UV カットできるレンズっていうのはたくさんあるので、つけたくなるような UV カットメガネっていうのを私は日常でつけております。ちょっとねさっきつけたらね鼻に型がついちゃったので、もう今日ずっとつけてるんですけど、これとかフレームがベージュなのでそこまでメガネの主張強くないし溶け込みやすいので、私はお気に入りでございます。はい、これらのね装備をフルで活用しましたら、常にどこでも日傘なくても日陰になることができるので、まあおしゃれしたいとかは日傘をつけて、もうスーパーとかね近場なるべくおしゃれしなくていい日っていうのは全力で日焼け対策をして日陰装備をするようにしております。やっぱねこれらの装備はどれもね怪しくなってしまいがちなんですけど、この怪しさの先には美しさが待っているので、このコツコツの頑張りが半年後1年後美しさを作っていくと思うので、美白を目指してる皆様一緒に頑張りましょう。というわけで以上、
さあ2024年バージョンの日焼け対策紹介してきたんですけれども、いかがでしたか？ベトナムで日焼けして小麦肌もいいなってすごい思ったんですけど、なんか焼くなら焼くでね、ちゃんと綺麗に焼きたいなってすごい思ったので、ちょっとまだ26、7の私はまだ美白フェーズで、またもうちょっと大人になって30とかになってまた小麦肌楽しんでもいいなっていう計画があるので、今はとりあえず日焼け対策頑張ろうかなと思ってます。焼けてるのがダメとかじゃないですよ。焼くならちゃんと焼きたいっていう私の変なプライドがあるので、はい、結構ねこれら一つ取り入れるだけでもより焼けにくさだったり肌の綺麗さっていうのは保てたりもすると思うので、ぜひ参考にしてみてください。楽しく日焼け対策しましょう。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。